はい、コナンです。妖怪ウォッチプリプにやっていきたいと思います。来ましたね、京極誠。これね、ずっと欲しかったんですよ。前回のねサンデーとのコラボイベントの時に取り逃しました。やっとここでですね、スクワット報酬でゲットすることができました。今日はねこれ使ってね、まあイベント攻略やっていくわけなんですが、今日はね今回登場したイベントキャラのおすすめランキング、こちらをねやっていきたいなと思います。まあ、今回はですねすごくたくさんのキャラが出ていて、まあ、使えるキャラもたくさんあるんで、まあ、なかなかねランキングって言っても難しいんですけども、無理ねつけました。皆さんのねあのおすすめキャラランキングもねコメント欄でねぜひ教えてほしいなと思います。さあ、京極誠、これね本当使ってみたかったんだよね。かっこいいよね。京極誠が飛び出してきた。しかも2つももらっちゃいました。技レベルいきなり2ですよ。これはねいいよね。さあ、第1位はですね、やはりこれはね不動でしょう。赤い周一シルバーブレッド、使うたびにダメージアップ。これはもう今回のイベントの目玉キャラなんで、シルバーブレッド G、 そしてスキルがつながりやすくなる 2.4 倍、スキルレベル1でね 2.4 倍なんで相当やばいです。そしてまあこれはねランキングとは関係ないんだけど、一緒に使っていきます。半沢さん、そして江戸川コナン。江戸川コナンはねマップでゲットできるんで、まあ B ランクなんだけど、たくさんね仲間にしてレベル上げておきましょう。そして怪盗キッド、スーパーフィーバー、不思議の雫効果アップと、そして京極誠、早速ね使っていきます。かっこいいよねこの空手道着。さあ、おすすめステージはねステージ43、この辺りね周回するとね面白いです。犯人がね結構な確率で出てきます。おそらくねこの5区のステージ43が一番ね犯人の出現率が高いんじゃないかなと思います。まあ僕のやってみたね感覚なんですけども、そんな感じがします。なので、まあ、犯人もですね今回のイベント限定キャラ、しかもレアキャラということで、なかなかね今回逃すとねゲットする機会ないかと思います。なのでまあおはじき待ちのね間とかね、まあおはじきのね元気待ちの間はね、まあこの辺りのステージを周回して犯人をねたくさん仲間にしてやると面白いんじゃないかなと思います。まあ犯人もね、まあコナンのねキャラの中ではちょっと裏方隠れキャラ的な存在にはなるんだけど、でもやっぱりコナンを語る上では外せないよね。さあ、必殺技を打っていく江戸川コナン。まあ、ランクは低いんだけどコナンは外せない。そしてキッドいいよね、予告状投げます。キッドといったらトランプ、そして京極誠全消しです。そして赤い周一、やはり今回のねダブルゼータ、コラボ初のダブルゼータということで、これはプリプリのね歴史に残ります。さあ、クリアしました。落ちませんね犯人なかなか渋いね。レベル上げていきます。さあ、第2位はですねこちら、アムロトール。タップでデカップに周囲を消す、やはりアムロさんでしょう。スキルもねピーバンになった時に技ゲージがたまる、使いやすい。そして覚醒シンドバット、まあ、これもねランキング外にはなるんだけど復活、これもなかなか使えるよね。そして犯人です。さあ、皆さん何体ぐらい落としましたか。もうね技レベル4まで上がりました。そして覚醒アラジン中央消し、羽根ダッシュ基地、攻撃力をアップする、こちらはガチャからねゲットしました。さあ、こんなパーティーでやっていきます。おすすめはねこのステージ37のグリフォンのステージ、ここねかなりおすすめです。というのもですね、このグリフォン特殊能力持ちなんですよ。メアリーとのおはじきバトルでダメージアップ、活躍度小とは言いつつもですね非常に使えるキャラなんで、まあおはじき待ちでねどこのステージやろうかなと迷っている場合は、特に好きなキャラのステージがない場合はねこのグリフォンおすすめです。まあイベント期間ね2週間長いんで、周回しているとですね結構落ちます。コメント欄でもですね、まあ、2体目落ちないのみたいな
のあったんですけども、落ちます。2体目どころか3体目4体目落ちます。で S ランクなんで結構な確率で仲間になってくれるんでおすすめです。さあフィニッシュ。落ちませんね、まあ、毎回は落ちないけどね。さあ 1113Y マネー、 Y マネーも稼げます。犯人、犯人やべえな。でね、仲間にしようと思った時は僕はねこんなパーティーでね周回しています。結構高速パーティー、高速周回がねできるパーティー、イケメン魚からのちょっとねデカプに作ってやって、夏木をね4体かけまくる。するとですね落ちやすさはね相当上がります。だからまあ夏木キャラ何でもいいんだけど、まずイケメン魚打って技ゲージを多く貯める。そして夏木をねかけまくります。まあもちろんね好物も与えます。肉です。さあものすごく夏木ました。そして夏木かけていく。やっぱ夏木はね効果あるよね。まあ、歴然とした効果があるよね。やっぱ夏木をねかけないとなかなかね仲間になってくれません。さあこれでおう来ましたねグリフォン。まあこのグリフォンに関してはね特殊能力持ちなんで技レベルマックスぐらいまでね上げちゃってもね全然 OK です。さあ上げていきます。今ね4まで来ました。第3位はですねこちら、灰原愛でしょう。アポトキシン4869を作る。そして復活スキル、これはね普通に使えるよね。そして覚醒怪盗キッド、キッドのね上位互換です。まあ、覚醒怪盗キッドがあればね普通のキッドはいりません。そして犯人使っていこう。そして S ランクの犬夜叉 S、 そしてアリババ攻撃力をアップしデカプニを作る。アリババが何気にですね S ランクなんだけど結構使えます。さあステージ22の疑心暗鬼のステージ、おっと犯人出てきました。犯人ねよく出てきます。いろんなステージで出てくるよね。どうなんだろうね、特にね特定のステージだけしか出ないっていう感じではない。どうなんだろう、どこのステージも出るのか。まあいろんなねステージで目撃しています。なので見かけたらね好物開けてね仲間にするといいんじゃないかと思います。灰原さんはね、まあ、今回の途中で追加されたぶっ壊れキャラということで、なかなか今後もねなんか使えそう。強敵相手にね復活してすぐ打てるからね必殺技がね、だから連発できる。さあ覚醒怪盗キッド、覚醒怪盗キッドは今回ガチャ限定だよね。だからガチャから運がよくゲットできた人は OK でしょう。さあスーパーフィーバーはね若干このフィーバータイムが長くなります。長いんです。さあフィニッシュ。犯人カモン来ませんね犯人来ませんね。今日はなかなか犯人が落ちません。さあレベルね上げていく。さあ第4位はねこちら、ハローキティエンマ。まさかのハローキティエンマです。むっちゃ使える。まあなんといってもランク Z だからね、 G まで打てて、このスキルがねフィーバーゲージが溜まりやすい 1.8 倍。ただガチャ限定でですね確率も渋い。百鬼姫クロミ、これも当たりでしょう。技ゲージが溜まった状態でスタート。ポムポムプリン S、 攻撃力アップする。これもまあ当たりだよね。そしてハローキティ45周年当たりでしょう。スキルがあります。そしてキティニャン当たりでしょう。リンゴ100個分肉球。さあ隠しステージやっていきます。殺生丸。さあ行くぜ。殺生丸もねランク S なんで、まあ、たくさんね仲間にしておきたいよね。さ
さん好物は寿司です。殺生丸って寿司好きか、まあ、その設定はねよく分かりませんけども。そしてこのサンリオコラボキャラがねむっちゃ使えるんですよ。今回まさかのねこのサンリオコラボサンデーコラボとこのダブルで重ねてきた。しかもガチャのみということで、これねガチャのみじゃなくてさ、マップで登場させたり普通にさイベントで登場させてもありだったような気がするけどね。だから今回はさサンデーマップがさ、まあノーマル超極ってあるけど、まあそのうちのどれかをねサンリオにしちゃうとかね、まあそういうのも面白かったのかなっていう気がしますね。まあまたねサンリオコラボは別枠として近々来るんでしょう。さあコンボ100、軽くねコンボ数も出ます。さあフィニッシュ、さあ来てくれよ。おーっとアイテム落としたぞ。これはなんだ、エビ来ました。エビ来たぜ、寿司が食いて。さあレベルもね上げていきます。隠しステージはね何かとアイテム落としやすいよね。